はい、じゃあ今日はりょうたさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。旅っぽのりょうたです。旅っぽでは営業を担当しています。徳島県出身です。お願いします。よろしくお願いします。今回の企画で、旅人に日本のおすすめの旅先を聞くっていうことなんですけれども、りょうたさんのおすすめの旅先を2つちょっと聞きたいなと思います。はい、僕は大学から横浜に出てきたんですけど、まあ、その住んでて横浜十何年住んでて横浜もすごい好きなので、その横浜をおすすめしたいのと、あと横浜から僕大学京急線を使って赤い電車使っていつも大学まで通ってたんですけど、その赤い電車で行ける三浦半島、横須賀とか三浦半島、そっちの方を紹介したいと思います。今のコロナ禍にあるマイクロツーリズムという感じですね。そうですね、近場というかその電車とかで行ける旅で、そのあまり都会じゃないところに行ける旅としてはすごいおすすめですね。じゃあまず横浜のおすすめスポットいくつかお聞きしたいんですけど、はい、横浜のおすすめスポットはめちゃくちゃベタなんですけど、中華街とかみなとみらいのところ、もうザ横浜な感じで、もうまさに前職で働いてたのがそのみなとみらい地区で、でしかも中華街に弟と一緒に中華料理屋の上に住んでたりとかしたので、もうそこら辺の地域をおすすめしたいですね。で結構こうフラフラと散歩して観光を楽しめるって感じですか、ね、そうですね、そのもう歩いてるだけで横浜の異国情緒も味わえるし、あと食べ物とかも中華街に行けば中華料理もあったりだとか、あとみなとみらい回っていけばいろんな最新のというかおしゃれなところもいっぱいあるので、そういうのもいいと思います。はい、ありがとうございます。三浦半島の方はどんなところがおすすめですかね。そうですね、三浦半島はその京急乗っていけば横須賀に行けたりだとか、あと三浦半島の三浦海岸に行けたりとかするんですけど、その横須賀だったらその米軍基地があるので、もうザ・アメリカなネイビーバーガーとか、まあ、そういったものが食べれるのと、あと三浦半島の三浦海岸の方に行くと三崎マグロが食べれるので、そのマグロの海鮮丼みたいなものを食べれたりとかするので、すごいおすすめですね。三浦半島はかなりこう食事を楽しめる感じですね。そうですね、もうマグロ切符みたいな感じの切符があって、その京急とマグロがセットについているものがあるので、そういうのを使っていけば意外とお得に行けるのでおすすめですね。ありがとうございます。そしたら最後に日本を旅したいっていう人に向けてアドバイスや、はい、一言お願いします。はい、やっぱ今この中においてその旅をあまりしないようにしようとか、密を避けることというか人に会わないようにしようっていうのは言われてるんですけど、やっぱりみんな GoTo トラベルとかも開始して少しずつ動き始めているとは思うんですけど、自分たちがその感染を広めないとか、そういった意識を持って旅することっていうのが結果的に地域とかそのいろんな人たちのためになるので、その自分がその意識を高く持って旅をするっていうのを続けていけたらといいなと思ってます。はい、ありがとうございます。どうした。